どうも皆さんこんにちは、リコルです。ということで、今日はですね、視聴者さんのデッキを使ってクラチャレの方にやっていきたいんですけど、今回ちょっと紹介させていただく視聴者さんがグランドエスケープさんという方で、見てもらったら分かるんですけど、結構威圧感のすごいというか特殊なデッキを使っているので、こちらの方をねちょっと学べたらなというふうに思います。なんだろう、スパーキーとエリババ入って火力面では申し分ないだろうし、空に対しても、まあ、コウモリとあとトルネットファルチェで、まあ、なんとか守っていくっていう、まあ、あと盾役はエレジャイっていう感じの、まあ、ザップしか呪文がねないんだけど、そこら辺もねうまく立ち回れていけたらなというふうに思います。で、いっぱい貼ってくれたんだけど、リプレイを貼ってもらったんですけど、あ、ちなみに本人には動画にしていいですかっていうことをちょっと、まあ事前にツイッターの方で確認させていただいて、いいですよっていうことの了承をいただいたので、一応そこら辺のところはご理解いただければと思います。で、全部見たんですけど、全部をこうね、見るのは、こう時間的にちょっとね、厳しいので、一番良かったかなって思う、遅延スケラー。これ、対遅延スケラーのね、試合見ていこうかなっていうふうに思うんですけど、さあ、で、まあ、コウモリから展開してて、まあ、ここはビビトだった。それに対しては、まあ、対空ファルチ合わせて、で、結構まあね、この遅延スケラーの、方、割と最初から、スケラーをバンバンって言ってる感じのタイプだった。そう、最近さ、チーンスケラもさ、あれだよね、ボムタワーが加工されてから墓石バルキリーの形が増えているんですよね。さ、ここしかもあれなんですよね、今のところトルネでベビドラだけをね剥がして、ベビドラが厄介だったのかな、やっぱ対空がちょっとね薄いっていうところもあって、なんでそれを逆サイドに剥がしてっていうところですかね。ああいうところもトルネの使い方ですよね。俺だったら俺自分でそのやってる時だったら、ああいうトルネの使い方はそのなんか頭に思い浮かばないから、そういうところですよね。で、まあ、ここはまあ序盤のところはアイスイズで、まあ、うまいことやられてしまってって感じですかね。まあでもそれでもダメージは入ってるっていうドントンぐらいですかね。まあ、ここはダックプリを流しつつ、まあ、相手はバルキリーで受けてくるのかな。そうですね。で、スパーキーはまあ展開していくって感じですかね。スパーキー展開していって、相手はここでスパーキー来たので、スケラを、打っていってって感じですかね。まあ、そのスケラー使うときによく言われるのが、そのスパーキー後ろから展開したときには、スケラを、まあ、打ってもいいっていうのは、なんかこう動画とかでなんかね、聞いたことがある気もするんですよね。さあ、ここで隠し持ってたエリババ、さらにはダックリを追加しても、陸ご利用しですね。ここはさあ、それでしかもまとめて、アイスリーズを処理しつつ、エリザイの関連でベビドラもザップ効果を入れていく。ただここはトルネとね、ベビドラ、さらには墓石、タルババのコンボが強かったですね。守られてしまいます。ここまで見ると結構あれきつそうかなっていう感じですよね。今のところ1000ぐらいのダメージリード取られているんで、まあ、これは墓石でスパーキーがずっと永遠に止まっていく。ただここはポイズンでね、追いつけられてしまいますが、さあここはエリザイでしっかりカバーをしていって、さあここスパーキーが生存していくと。このスパーキー生存もミニ残りとはいえず結構でかい。さあここにさらにはエリババを追加して、このエリババかな、ここでさらにトルネを挟むことによってアイスリーズが消えるんですよね。でさらにここはスパーキーとエリババの効果力で一気にバルキリー、防衛の要となるバルキリーを溶かして、もうあとはコウモリとエリババでグッドゲームと。うわー、そうなんですよね、このエリババ追加ですよね。からエリババ追加からのトルネでも防衛の要みたいなアイスイーズを釣ってしまって、もうそこだけ先に処理するっていう。ちょっと難しそうですけどね。ちょっとこれ俺も、やっていきたいかなっていうふうに思います。まあちょっとクラチャレなんですけど、まあ2勝2敗だし、ちょっとあれなんですけど、まあまあちょっとやっていきましょう。さあこれ、序盤のこのバレル。さあここ、トルネがなかったの痛いですね。トルネかもしくはザップがなかったのちょっと痛いですけど、さあ枯渇相手にはロケットとか現金なのかな。なんでしょう、羽羽さんのデッキなのかな、キョスケロイジャイの。多分ロケットは入ってないと思うんですけどね、入ってなさそうですかね、まだわかんないですかね。でもさあここはザッなんか来るのかな。まあここ
ダッキリじゃなくてもよかったかな。さあこれただあのボンバー無視して、なるほど、あー気をつけでしたね。これファルチェグ後ろから組んでいって、あのスパーキーが気をつけをやってくれ。いやー欲しい。これは後ろに、まあこのキャスケもね、爆弾のダメージが全然本当に500ぐらいになったので、あー強いですよね。あーちょっとあんまり意味のないザップだったかもしれないですけど、さあただエリババが1体残って、さあ1、あ2、あ3と、さあさあさあ結構入れてきましたね。さあただここで相手が来るとしたらバレルか、もしくはバレルですね。なんでここはトレンドでしっかりと吸っていって、うんうん、いいですね。ロイジャイバレルの形を後半組まれたらちょっと厄介ですね。俺そのタルババとか、矢の飴とかね、ローリングッドとか、そのタルババを完封するようなカードがないから、ロイジャイバレル組まれるだけできついみたいなところはありますけどね。ここは逆サイにロイジャイが来る。これはこのロイジャイはエリババでもうしっかりと対処していって、で相手の火力が多分ハンターなんですよね。ハンターなんで、ここはスパーキーもやっていって、こうこっちにダップリですかね。さあこれザップ即打って、よいしょ、ちょっと1体逃したが、ラリーかな、逃してしまったのは。さあただこれは右側のバーバリアンが入っていく、エリートバーバリアン。さらにここスパーキーが、いやただ生存はしないか、うん、まあここはエルジャー、あんまりケツエルジャーは良くないのかな。大森からのジャック系があるのかな。なるほど、ここはエリババコウモリの形を組んでいって、あれはやられてしまいますかね。ここはファルチェで、これ結構ファルチェで美味しく、このねファルチェプラスのファルチェトルネーの形ですよね。さあただこれボンバーを やれたのは結構でかいですね。で今ハンター切ってるんで、ダックリつけてボンバーかな、まあ、これちょっときつそうだけどな。んで、ああそっか、これは逆サイにしましょうかね。やばい、これはこれ良くないですよ、私としては良くない。ここでクルが、よいしょ、ジャップでしっかりと止めていき、ここ前につけられたらいいんだけど、つけられそうですね。ザッピーが来るか、オッケーオッケー。さあこれはいいんじゃない、これもなんだろう、何が来るんだろう、ここスケくるが、これもいやースケブ来るけど、このスケブはもう美味しく美味しくいけて、さあエルジャイが届く、さあ一発目は殴ってグッドゲームと、オッケーです、オッケーです、いいですね、いいですね。さあ次行きましょう。さあ2戦目来ました。さあこの手札ですよすごいな、エリババ、スパーキー、さらにエリジャイもいるのか。わって、これ待ちかな、俺も待ちですかね。待ちだったら、相手が何か動いてくるまで、スキップって言った瞬間ですね。って言った瞬間でしたけど、結構高回転目ですね。ちょっと嫌だな、それは。これ、エリババをちょっとセパしたい気持ちはあるよね。迫撃なのかな、迫撃っぽいですけどね。あー、どうなんだろう。ホグとかなんかな、いや、わからないですね。メガナイト、ちょっとわかんないな。これ結構でも、いや、もう一発打ってって。なるほど。これスパーキーで全部いける？もしかして。いや、いけねえか。で、これさ、やばいか、ちょっと。いいよ、じゃあ。さあ、これはファルチが殴るけど。いやー、でも結構ロイジャイが結構入ったな、今。なるほど、ロイジャイね。いや結構厳しい戦いですね。ロイジャイ来るかな、こっち。そしたらロイジャイ無視かな、ここは。あ、トリトン来てくれるのありがたいな。ハンターとかあんのかな。いやそれが大盛りで結構抑えられてるんですよ、もしかして。でこれこの後逆サイ行ってあげて、いやトリトンで引っ張られる。いやこのトリトン引っ張るのめっちゃでかい。しかも向こう逆サイ守れるんじゃない。うわでかい、めちゃめちゃでかい、これ。オッケーオッケーオッケー、でかいでかい、これ一歩折ったっしょ。でこれなんならここザップで、よいしょ、止めてあげて、OK、しかもなんならあれさ結構、ああなるほどなるほど、これは OK ですね。でこっち側は多分折られちゃうんで、なんでこっち側にスパーキー出して、まあキング狙っていくよーってやりつつ、まあ角出しロイジャイとかにも、角出しというかこっち側のロイジャイにも対応していくような感じのスパーキーでいいですかね。ここはもうエリジャイの形組んでいって、
で、あれちょっと厄介ですね。なんで、そうですね、ここは、まあ、これキングおられるのちょっと嫌なんで、コウモリだけ出しておいてあげて、これは、打つ、スパーク打つ、全部取り抜く、打つ、ちょっとミスったね、取り抜く。だけど、これはスパーキーで一発ドカン入る、ザップ打って、さあ、これ入ってグッドゲームと、OK です。このデッキ強いですね、さすが、グランドエスケープさんですね。さあ、次行きましょう、ドン。さあ今回また枯渇系ですかね。さっきはねロイジャイだったけど、ハネハネさんの、いや今回結構ガチメニオン、ガチメニオンあれですね、ロケット入り、あー違う、なるほど。そしたらザップでよいしょ、でここミリババーじゃない方が良かったかな。入んないかな、エリババ。ちょっと入ってほしい。なるほど、なるほど。そのスタンプはもう無理かいですね。よいしょ。まあ、ここはナイトかな。いやー、あれですね。鬼枯渇ですね。嫌だな。すごい嫌だ。橋前プリンとか来そうだもんな、ここ。これ、ファルチで。このスケバレに対してファルチがめちゃめちゃ強いんですよね。殴る。オッケー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 。これちょっと序盤は大変ですね。ティスラなんかな、あ、インフェでしたね。ここでインフェ切ってくれるんだったら、ゲツスパから入りたいけど、ロケットあんのかな。ロケットあったら嫌ですね。これ逆サイクル。ちょっとあのプリンセス嫌だな。いや、でもここ許容でよかったのかな。ちょっともったいないことしたかもしれないですね。これあれだとスケブが来ると思うんだよな。吹き矢からのスケブとかじゃない。うわー、ダメなザップでしたね。でバレル切ってる。あ、これファルチェからいきましょう。ここあれかな、バレル、ゴブリンバレルが、じゃねえや、こっちあれだな、メジャー流行、メジャー流行って、さあさあいい感じに許容はできている。ザップ持ってるんで、コウモリから出してザップ構える。いいぞ。さあエリジャイが届きそうではあるが、やばい。いやー、そうそうそう、この前の動画でもそうだったけど、近畿道がさ自分でしちゃうっていう、このド M プリですよ。良くないな。ほっ、オッケーオッケーオッケー。まあ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 、いや結構ギリギリな戦いしてる。いや、ただこれファルチェ美味しいっすね。ここめちゃめちゃ美味しい。レイジャーつけて、しっかりとカバーしていく。ワンチャンこっちに、いやこっちには来ない。これはここにザップを打ってあげて、でトレネまでかましましょう。ここら辺に、いやー、ファルチ入ってるけど、うわー、マジか、プリンセス入ってない。でかくね、ちょっとそれ。これ、ダックリから。で、いや、ちょっと怖いよ。ここを勝って終わりたい。ところではあるけど、これは、ファルチがいい角度で抜け。いやー、抜かねえか。こう取り根ぐらいで対応か。これ多分無視すると良くないはずなんで、ここはたっぷりもう一回ケツパから入る。でこっから3倍タイム入るんで、こっち側にファルチが、いやファルチめっちゃいい仕事した。さあここが立ち組んでいきたい。オッケー。じゃこれはプリンセス入らない。ほっ、うーい、ギリギリ。ただここ怖いな、ちょっとですよね。
いや入るかマジか。うわうわ悔しい。皆さんラストいいですか。ラストうわ悔しいな。さっきのマジか。トルネとかも使ってガンボーエすればよかった。うわめちゃめちゃ悔しい。まあまあまだちょっと甘いですね。このデッキをまだ使えてないってことですね今のは。なるほどなるほど。これはいやこれはまあ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 、まあ、本当はファルチェとか合わせたかったけどね今ね。うわ早くね。待って待って回転がめちゃめちゃ速いな。すごいデッキですね。いやこれでもワンチャン。あほんまに内側はコウモリぐらいで抑えて。これファルチェ結構いい働きしますね。うんいいね。まさに執行人って感じだよね。ファルチェもなんかさ、あれじゃなかったっけ、こういう感じのあれでさ、おお、すげえ。やべえ、特にいらないトルネしちゃった。前さ、なんかラムもそうだったけどさ、なんかその、人によって絵が違うみたいな、なんかその、最初に当初出た絵となんか変わったのかな、わかんないけど、それで絵が違うみたいなこともあったよね。なんか今のファルチェに落ち着いてなかったっけ、次ここに出てるけど。まあこれはまたスパーキー合わせていこうか。なんかすごい高回転だし相手の主力がなんだかわかんないな。ここでザップ切ったね。見ました皆さん。ここあれだな。あーポイズこれカルテルいった。ここいいでしょ。オッケーオッケー。なんなんでしょうねここ。まあここエリジャイつけていこうか。ここはじゃあつけてアイスピー出ました。でまあザップでエレジャイが届く。さあこれは結構入るんじゃないかと思いきやそんなに入んないな。ここはで削られてますね結構。そうだよね。このトルネとかをしちゃった方がいいかな。ここはポイズンで着実に削られちゃってるけど、ここまで打ってくる。すごいな相手削りに来てるってことなのかな。これがコウモリ来て多分インフが来るんで覚えてるっていいですね。さあいいよ。ここ何年か見てんじゃないかな。陸受けがいるかいないかっていうバルキリーぐらいだと思うんだよね。そうよね、バルキリー来るけどあれ多分溶かしきるっすか。 OK これエリジャイも入ってる。でエリバも入って OK 来ました。グッドゲーム OK。 よし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 。このデッキ、グランドエスケープさんが作った自作かなのデッキ、ね、もし興味あったらね、使ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあな。